中東呼吸器症候群は、マーズコロナウイルスにより引き起こされるウイルス性の呼吸器疾患。2012年に中東へ渡航歴のある症例から発見された新種のコロナウイルスによる感染症であり、イギリス・ロンドンで発見された。日本では2014年7月16日に、精霊により指定感染症に指定された。2015年1月には二類感染症に指定され、 すべての医師に対してすべての患者の発生について保健所への届け出が義務付けられた。2015年には韓国でのアウトブレイクが発生したことから世界保健機関は緊急の注意を喚起する警告を発した。2012年9月から2020年現在流行中、2019年11月時点で低患者は2494人、死者858人に上る。 サウジアラビアで発生したとされており、感染源、感染方法は分かっていなかったが、2014年6月に感染源がヒトコブラクダであると報道された。2020年現在では、トコブラクダが保有宿主であるとされ、ラクダとの接触や、ラクダの未加熱肉や、未殺菌流の接種が感染リスクになると、厚生労働省は発表している。 患者の胸部レントゲン画像感染すると2日から14日の潜伏期を経た後、無症状例から急性呼吸吸白症候群の重症例まである。病状は発熱、外傷、肺炎、下痢などの消化気象、多臓器不全や敗血性ショックを伴う場合もある。高齢者及び糖尿病、腎不全などの基礎疾患を持つものでの重症化傾向がより高い。 マーズ株は、一コブラクダに、風邪症状を引き起こすウイルスで、人に感染すると、重症肺炎を引き起こすと考えられている。また、農園、人園も発症したと言われる。イギリス人4人、ドイツ人2人、フランス人2人が、中東で感染した例がある。家族内、感染3人と、状態良好で入院後2時間で死亡した11歳男児の事例がある。 急速な病状の悪化だが、インフルエンザでは適切な投薬がない場合に、このような症例になることがある。2013年5月14日、現在38人感染確認、20人死亡、死亡率53%。2013年5月15日、夫は患者が入院したサウジアラビアの病院の2人への人から人感染が初めて確認されたと発表した。 合計で関係者21人が医療機関関係者の感染者となる。また、人から人感染はイギリスで不死感染例がある。この時点で感染者40人、死者20人、死亡率50%になった。これは公式発表ではないが、パンデミックフェーズ3に相当する。また、複数の国家にまたがるのでフェーズ4に相当する可能性があるが、 どこの国も旅行制限を出していない。新型インフルエンザの時にパンデミックフェーズにより対策を区別したことがあったが、フェーズの定義と実際の被害がかけ離れたために、フーのチャン事務局長は穏やかなパンデミックと呼んだ。2013年5月中旬に直接サウジアラビアで現地調査をしたフーの福田事務局長補は複数の国でまとまった。 感染例があり人から人感染の可能性が高まっていると述べた。2013年5月21日、チュニジア政府は66歳のチュニジア人がマーズ株で死亡し、2人の子供の感染を発表したとカタールに旅行していたという。これで感染者44人、死者22人になる。2019年においてもサウジアラビアにおいて14人が感染し、 そのうち5人が死亡した。風によれば2019年11月までに、診断確定患者は2494人、死者858人。診断には下気道の検体を使うことが強く推奨されているほか、鼻咽頭と中咽頭の検体も使われており、その検体を使って PCR 検査が行われる。国立感染研究所ではランプ法も導入された。 米国 CDC では、血清を使ったウイルス抗体検査も同時に行われている。石鹸による手洗い、マスクの装着、ドアノブや、スイッチやハンドルなどの人の触るところの消毒などが予防となる。洗っていない手で、目や鼻や口などの粘膜に触らないようにする必要がある。消毒は、消毒用エタノール、イソプロパノール、ジア塩素酸ナトリウムが推奨されている。 また、病人との接触は控えた方が良い。航空機などではサーモグラフィーによる体表温度スクリーニングが行われているが、韓国でのマーズの例では、マーズ初期の発熱で38度以上の体温となることはそれほど多くなく、37.5度以上の体温上昇すらも起こらない場合のあることが確認されており、限界がある。家庭内でも密接接触による感染が起こりうるため、 マスクをして2メートル以上距離を保つことが望ましい。また、病人の排泄物からの感染に気をつける必要がある。フランスのマーズ院内感染の例でも、排泄物等を経由した感染の可能性が報告されている。感染者1人当たりの再生産数の平均を1人未満にしなければ流行は収束しないため、感染者に対する 接触者追跡調査及び接触者の隔離が行われている。感染者に接触した可能性があり、マーズ類似の症状が出た場合には、最寄りの保健所に電話相談する必要がある。なお、症状がなくとも、マーズに感染しているというケースも現れている。2015年6月、京都府立大学大学院教授の塚本康弘らのグループが、マーズコロナウイルスに強く結合する抗体を、 野鳥の卵を使って大量、共同で研究を進めているアメリカ陸軍感染症医学研究所が検証を進め2015年6月の段階で韓国、米国に配布、スプレー剤として大量生産を開始した。抗体によって覆われたウイルスは人の細胞に侵入できなくなり感染予防に大きな効果があり、抗体を使ったスプレー剤はマスクやドアノブ、 手などに噴射すれば、感染予防になると考えられている。治療法は確立していないため、対症療法となる。肺炎に対する抗炎症薬、下痢による脱水に対する補水、急性呼吸、吸白症候群に対する人工呼吸、排血症性ショックに対する輸液及び、昇圧剤などが中心となる。また、二次感染の防止のために、抗生物質の投与が行われている。 死死率の高さにサイトカインストームの関与が疑われている。動物実験において、リバビリンとインターフェロンアルファ2ビットの組み合わせが肺炎の発症を抑制するという報告がある。しかし、すでに急性呼吸急白症候群となっていたエジプトでの5人の重症患者では、これらの組み合わせの投与での治療に失敗している。また、HIV 薬のロッピナビルや回復期患者の結晶、 ポリクローナル抗体、モノクローナル抗体に効果がある可能性がある。フーでは2013年にマーズ治療の選択肢としての回復期結晶や高い中和抗体の使用を議論するための招集を行ったものの未だに臨床試験に基づくエビデンスは出ていない。フーのブラッドレガヤレイターズネットワークはマーズ治療のための結成、結晶の収集、使用の方針書を公開している。 セリンプロテアゼ阻害剤のカモスタットが培養細胞レベルでコロナウイルスの活性化に使われる TMPRSS2 を阻害し、マーズコロナウイルスの細胞内への侵入を防ぐことが見つかっている。また、東京大学医科学研究所の研究によれば、培養細胞レベルでカモスタットよりもナファモスタットの方が阻害効果は高かった。なお、 日本に備蓄されている抗 RNA ウイルス薬のファビピラビルはウイルス性肺炎の主要原因の一部であるインフルエンザウイルスや RS ウイルスには対しては効果があるもののマーズコロナウイルスに対しては情報がないため効果は不明である2012年9月60歳のサウジアラビア男性患者が急性肺炎を呼び腎不全により死亡した オランダのエーラスムス水学センターが遺伝子解析を行い新型コロナウイルスと確定した。同年9月、サウジアラビアに滞在していた49歳のカタール人男性患者からもコロナウイルス遺伝子が検出された。大規模感染の恐れについて世界保健機関も注意を呼びかけている。2015年5月4日、バーレンに半月間滞在した68歳の 韓国人男性がマーズに感染とは知らずに大韓民国に帰国し11日に発症、複数の病院で受診を行い20日にマーズと確定し韓国は中央貿易対策本部を設置した他の病院では小規模な感染であったが平沢聖母病院では大きな感染が起こり韓国内で感染が広がった 最初の感染者が入院した平沢聖母病院8階8104号室は一つの病室を二つに分割したために廃棄口が存在しなかった。当初、韓国防疫当局は密接接触者のみを監視対象としていたが、8階の滞在者に感染が広がってしまった。原因は不明だが、エアコンによるエアロゾル形態のウイルスの拡散が疑われている。 5月26日、蒸気感染者に接触し、隔離対象であるはずの家族が、アシアナ航空723便で、香港へと飛んだ。香港国際空港到着時に発熱があり席を、していたため、検疫官が、マーズ患者と接触したか、マーズ患者がいる病院に訪問したかどうかなどを尋ねたが、すべてを否定した。空港からバスで、砂等角を経由して、 関東昇進戦士と慶州市へと移動した。その後慶州市で隔離され、中国国内でも航空機やバスの同乗者を含めた接触者追跡調査及び隔離が始まっている。29日、感染が確認された。なお、感染者を乗せたアシアナ航空機は28日まで消毒しないままフライトを行っており、27日には名古屋の中部国際空港、 中国の大連調査でも発着している。6月2日の報道では韓国で25人が感染していて、これは中東地域以外での最大感染者数であり、3時感染者も出始めている。韓国では臨時休業を行う学校が増え、6月4日には先行を超えた。感染者との接触の可能性がある人の自宅隔離が行われているが、自宅隔離を無視して、 ゴルフ場へ出かける人も現れており、韓国人の市民意識の低さが問題となっている。6月5日、韓国保健福祉部長官は、不安解消のために、大きな感染の起きた平沢聖母病院の名前を公開し、病院訪問者に対し相談窓口を設けた。同日、全羅北道受賞軍の村で自宅隔離を守らずに、平沢市から帰ってきて、 多くの村民と接した感染疑い患者が、マーズ陽性と確認され、その村全体が危険地域に指定され、出入りが禁じられ隔離されることとなった。なお、この患者と接触したとされ、受傷軍で自宅隔離を要求された医師夫婦は、6月6日韓国からフィリピンへ出国し、翌7日に帰国した。二人は保健当局から隔離の通知を受けたことさえなくて、メディアで、 初めて患者と接触したことを知ったと主張した。6月6日、軽道を富川市は、軽機道保健環境研究員の予備検査で、比較利対象者に、マーズ陽性反応が出たと発表し、韓国国立保健環境研究員で、疫学調査を行った。台湾では、ソウルを感染症警戒地域に指定し、住民に対し、現地医療機関への出入りの自粛を求めている。 ベトナムでは住民に対し感染地域への旅行の自粛を求めている。ロシア、UAE、香港、マカオも渡航自粛を勧告した。6月14日、不山広域市で初めての死者が出た。同日、隔離対象者の一人が12日に隔離室の扉を破壊し病院から逃げ出したことも明らかにした。この対象者は後、マーズ陽性と認定された。 また、この患者は、潜伏期間内の6月5日から6月8日までに、家族、友人9人と共に、チェジュ島のソギポで旅行したことも判明したため、現地のホテル、観光地の職員や患者が利用した航空会社の社員に対して、隔離措置を取らざるを得ない6月15日、韓国政府は、日本人を含む外国人が、隔離対象者に含まれていることを発表した。 6月20日、テグにおいて、マーズ患者が発症後の6月13日に利用した、公衆浴場の利用者の追跡調査が進んでいるが、6月20日時点で、監視カメラで確認された266人のうち103人の身元が判明していない。6月22日、隔離解除後に発症する患者が現れるので、潜伏期間の設定に疑問を呈する意見も出てきた。また、 当日から韓国に入国した外国人は自動的に韓国政府の支援を得る外来観光客対象マーズ保証保険の適用を受けることになった。その内容とは韓国に入国した外国人が20日以内にマーズ陽性反応が出れば500万ウォンの治療保証金、感染が確定してから20日以内に死亡すれば最大1億ウォンの保証金を受け取れるというものである。 10月12日、韓国保健福祉省は感染後に陰性と判定された男性一人が再発したと公表した。韓国では、マーズの流行に便乗して消毒作用のない偽造消毒薬の流通が起きており、韓国警察が EC サイトで販売された偽造消毒薬の回収を行っている。なお、韓国政府は、マーズ患者の周辺にいた。 感染可能性のある人物の追跡を諦め、自己申告に頼ることを決定。これにより見かけ上、隔離対象者は減ったが、感染の経路や実際の感染者数が不明確となっている。まずは、日本では2015年より二類感染症となっているため、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関及び、 第2次感染症指定医療機関でのみ受け入れ可能となっている。厚生労働省は2次感染を抑えるために原則としてマーズ患者の陰圧室への入院を求めている。韓国ではマーズ患者を伝染病隔離指定病院で受け入れたが、それは全部で17箇所105床しか存在しなかった。2015年当時の韓国では陰圧室のない医療機関も まず疑い患者の診療病院に指定された。また、当時の韓国では、レベル D の防護服を使用していたが、着脱のルールが守られておらず、防護服を着た看護師にも感染が起こった。防護服の数も足りていなかった。世界保健機関は、正式名称の中東呼吸器症候群の名前を批判している。感染地域は、中東に限定されず、韓国なども含まれており、 地理的に限定できないことも背景にある。風の人感染症、ウイルスの名称決定についてのガイドラインでは、地理的な位置、人名、動物や食品の名前、特定の文化や産業の名前は含まれるべきではないと定めている。ありがとうございます。